どうもどうも、シュートチャンネルです。2021年3月10日のレンタ明けのガチャを回していきたいと思います。古代機、ルシファー、ハンド、ワルハラの魔人機、確率アップガチャですね。今回はちょっとね、前の週に引き続き見送る人も多いんではないかと思いますが、アジタハーカーポロッと出てくれたら嬉しいかな。ルシファーも欲しいけど、実はこの辺の青の魔人機バルハラでもいいんですけど、と闇がね、闇系が欲しいですね。で、得点が400回だね。これはちょっと回す人少ないか。これでルシファーとバルハラね。これは400、そこまで回す人少ないでしょうね。ではちょっと150個にしようかな。250個、どっちか。ちょっと今150個かな回してみたいと思います。おぉ、バールのマジック。バールか。これは、光出しよかった。どうも今回ね、古代機、派遣、ありますけれども、リーフがね、ないから、リーフを出してくれと、新武器としてっていう声もちらほら聞かれますね。バルハラを、あ、そうか、バルハラのリーフバージョン、ルシファーのリーフバージョンか。うん。が出てくれると、ちょっとね、回してみようかなと、思う人が増えてくるんではないんでしょうか。お!出ましたね、バルファラの闇。これね、実は、広告の勲章でもらえるんですけれども、まだちょっと8万ポイント溜まってないんですね。実はというと。お!魔王の魔人機。土。土か。土いらんな。まあでも、出ましたね、これが。出やすくなってるのか?たまたまか?うわ、どうしよう。150個にしようか、250個か迷いましたけれども、250個回していきましょうか。なんかいいの出てますしね。ちょっと確率アップはしてるんかな。リーフバージョンがね、ワルハラとか、この、魔王の魔人機シリーズ、出てくれたらね、ちょっとほんと、
最近リーフにハマってるんで、まあしたいなぁと思いますけれどもね。それとあの古代機ね、もう僕昔から言ってるんですけど、もうジョブね、もうすぐ渡せばいいのにね。ただあんだけ複雑な、あ、元出た、ガルガラ元闇や、わあ、これはちょっと本当に確率アップしてますね。ねえ、あの古代機のジョブ、古代機のジョブ、あんなややこしくしなくてもすぐジョブを使えるようにしたら、この古代機のガチャ出た時でも古代機目当てで回す人がいると思うんですよね。ただあそこまで複雑に古代機のジョブをゲットさせないとする意図が僕はまだ未だにわからない。ジョブを使えないユーザーの苛立ちと売り上げにつながらない運営、両方とも損してるんですよね。あのジョブをゲットするのを複雑にしたことで、ねえ、でももう今から運営さんもあっさり古代機のジョブを渡しますよとは言えないんでしょうかね。もう意地を張らずにね、お姉さんも古代機のジョブ初めてやられた方でも使ってください、どうぞってやったらいいのにね。普段もユーザーも古代機できますし、運営も古代機狙いで出したガチャを皆さんが回そうという気持ちにもなりますしね。運営も売り上げにもつながりますしね。ウィンウィンなんですけどね。なんで古代機あんな複雑にしたんでしょうね、ほんま。それだけが僕はもう、不思議で不思議で。あのクエストに力入れるんだったら、もっと他に力入れるとこ、あるんではないかなと。僕はふとというか、前から言ってるんですけど。もうほんとそれだけですね。はよもう。ジョブを簡単に渡してくださいよ、もう運営さん。古代機は簡単にできるようにしてください。お願いしますね。